本当に今日ね、皆さんにも言った通りなんですけれども、あの、小池ゆり子を選ぼうが、連邦を選ぼうがね、はっきり言えば石丸電機選んでも同じですよ。誰選んだところで、東京都政が変わるわけじゃないんです。でも、今回のね、出馬の中の人間の中でね、もし変わる可能性があるとしたら、桜以外にありえないんです。別に自分がね、偉大だっていうこと言ってるわけじゃないんですよ。そうではなくてね、そうではなくて、どんな妨害があってもね、 絶対にやると言ったことをやる。それはもうね、実際にそれをやってきた人間としてね、どんな妨害があろうとやることはやるんですから。まあ、してやね、外国人に対して、それこそあのクソパイオクが言ってるじゃないですか。桜井はね、ヘイトだって差別主義者だって叫んでるじゃないですかあ。だったらなおさらのことですが、ね、なおさらのことね、その差別主義者たる桜井が、外国人に対してより厳しい政策を取るのは当たり前の話なんですよ。 だから彼らが認めてるわけなんですよ。だから皆さんね、クソパヨクが桜井先生は絶対に外国人に対して厳しい政策を取ると認めてくれてるわけですよ。いや、ですからね、都が変わるかどうか。東京都を変えたかったら桜井をね、都知事にするしかないんだっていうことなんです。若い人たちが選挙に行って票を入れてくれればいいだけなんですよ。え田も上と桜井で票が割れるのがまず何、何バカ言ってんねん。あの <laughs>、 統一協会とそもそも桜井がね、あんたどうして票が割れるんだよ。だいたいね、統一協会に票を入れたいっていう人間は勝手に入れりゃいいんです。日本を破壊したいんだったら君も破壊した方に玉紙っていうね、その破壊したいってなったら遠慮なく入れればいいんですよ。桜井って書く必要がないですから。本当に私不思議でしょうがないんですけどね、自分は統一協会とね、絶縁します。今までね、自分がやってきたことはね、間違いでしたと。 統一協会と絶縁宣言してね、桜井に頭下げに来ればね、話ぐらいは聞きますよ。まあだからね、先ほども言った通りです。玉神さんに指示したい人はどうぞ指示してくださいって言ってるんですよ。で、桜井とどっちかって悩む必要ないんですよ。遠慮なくね、玉神年取って書いて入れりゃいいじゃないですかって言ってるんです。桜井はあくまでも統一協会と戦うと言ってるんです。ふざけんなっち話ですが。